夏初指導になります。一応コナテのメンバー、まあ、レギュラーメンバーですが、ノブがどうしても集めるなんて、もう暑いから行きたくなかったんだけどね。もう今5時です。もう暑いんでさささっと走って、もう午前中にはもう、うちの、ね、涼しいクーラーでビールが飲めるようにっていうような感じで。ビールと思ってない。あ、俺飲み方ビールクーッと黄色いやつね。はい、そんな感じで。カメちゃんもね、最近ちょっと腕の方メキメキありまして、だいぶ調子こいとるらしい。一応久しぶりにちょっと腕の方見てもらおうかな、皆さんにも見てもらおうかなと思ってます。まあそんなやかんやで、とりあえず一応2024年初指導ということで行ってきますので、またよろしくお願いします。じゃあ行ってきます。行ってきます。これ聞こえん？シャムさん、これ音聞こえん？プチプチは言う？もっぺんあそこのコネクタ見たって。今俺ずっと声出しっぱなし。あ、喋っとるなってのは分かるんだけど。喋っとるのは分かるけど、そこの差し込みだけだもんな。で、元原触っとる。一遍抜いたって、完全に。抜いて、もっぺんさせちゃって。これ聞こえる？音は鳴っとる？プチプチは言っとる？それ無線、線外すと無線から声出る？ちょっと線外して。線抜いて。あ、無線から声出とる、俺の声。あ、ボリューム上げたって、ボリューム。あ。ボリューム下がってた。まあ、どう？つけてなかったもんだから、多分下がっちゃったんだと思う。ノブ、原因が分かった。ボリュームが下がってました。ちょっと下がっちゃった。あ、上げてください。上げてなかったから、やべえと思って。ここまでバッテリーで持っとった？持ってた。すげえが。一応何十年では持ってたから。ちょっと待って、だけど1時間ぐらい取っとるだろう。あれ？これ15分って。線長さが待っとるなら、一回ちょっとカメラにぐるってやって、直接端子に負担かからないようにしとかなきゃね。バイクだと振動がするもごいもんで、コネクタに直接負担がかかっちゃうからさ、くると一周巻いていくの、そのアームに。
直接あれトークそれで、ここはだらんでしょ、これ山近いで。いいね、いいね。なんで眺めよう。普通の広がいいよね。ほんで木が入れとけば。ちゃんと切ることないもんね。そうだね。また富永乳業の社長からまた、はい、はい、はい、来ましたよ。懐かしい、懐かしい。ここいつから保冷ボトルだと思った。後ろ側、背中、これ走るとやべえよ。これ寒いがもうでしょ、寒いから、もうやべえな、寒っ。ちょ、なにこれ、なんでこれ、なんか濡れとるの、俺これ濡れとるよ、めっちゃじゃない。水に入れるやつあるの、なんかスーッとするやつ、そういう中に入れる専用のやつがあるよね、キャッツビーみたいなやつで、あー、メントルっぽいやつ。金利の中にあの、あれがちょっとこれ、ヤス、おるよ。詰まっとったね。やっぱりさ、水飲みながらいつもさ、食うんだもん。あ、別所酒パンやもんやもんだぜ。これは脳使えてまうかな。これがついたら上まで上がってくるんだよ。タタタタタいってタキさん、もう早くでいいと。これもう間違いない。だって俺の顔見て、なんかこいつちゃうなみたいな場所だもん。こいつじゃねえなみたいな。よかったね、やつあえて。こんなでけえと思わなかったっすね。はい、動画だとそんなに大きく感じるっすね。大きく見えることない。じゃあもうなんかでかくなったような気がする、なんか。いや、でもそんなケツ白くなかったくないですか。真ん中黒い瞳があってさ、フジがこれ茶色いじゃんね、人間みたいに。もう一匹みたいなさ、真っ黒系だったんよ。まあでもちょっとだいぶみんなおるもんだってさ、警戒してる。怖いよね、ちょっと警戒。ここって深いんですか。深い深い。あ、深いんですか。ああ、今日も安之助は元気です、パンやりました、ね、これでまた1ヶ月は持つね。次、長考に来るまでは1ヶ月は持つ、ね、皆さんも見かけたら、ぜひとも餌あげてください、ね、マスコットなが、女か男かわからんかな、これ。マスコットキャラクター安之助です。何が出たのこれ、今度は。何これ、こちらスポーツドリンク。
え、どうやってこれ、氷どうしたのこれ。氷、あ、ここに来てる。マジで富永乳、この富永乳業改め富永製氷の大会社名作れこれ。もう名刺いっぱいいっぱいで肩書き、もういかん、名刺いっぱいになっちゃうじゃん